はいどうも、Kチャンネルです。今日紹介するのはこちらですね。昨日 iPhone 6S、6S プラスが、発売になりましたけど、早速私も仕事が終わってですね、夜、7時半ごろ、予約してた、私は iPhone 6S のローズゴールドを予約してたんですが、それを取りに行ってきました。これ左がですね、前使ってた 5S の箱ですね。こちらが 6S の箱になります。で、まあもう前の機種はですね、下取りに出してしまってないんですけど、5S は4インチ画面の大きさはですね、6S は 4.7 インチですよね。で、6S プラスは 5.5 インチということで、あまりに、プラス大きすぎるんで、6S を選びました。では開けていきます。もう開けてますけどね。普通に au ショップで、機種変したんで、もう開いてます。はい、こんな感じですね。ローズゴールド、やっぱり新色選んでよかったですね。そこまでピンクピンクしてないんで。で、やはり画面がやっぱり 5S 使ってた私にとっては 4.7 インチでも十分大きいと思います。あと、電源ボタンですね。 5S の時右上にあったんですけど、このサイド、右サイドになってますね。これ SIM カード、あとスピーカーの穴ですね。あとライトニングのところ、あとイヤホンのジャックですね。あと左に音量があって、ここはまたロックボタンですね。外観以上ですね。それではですね、早速保護フィルム、保護ケース、あとバンカーリング等をつけていきたいと思います。はい、今回、保護フィルムも、保護ケースもシュピゲンのやつを選びました。多分iPhone6 用だと思うんですけど、6S でも多分いけるんだと思います。で、バンカーリングはですね、なんかバンカーリング3エッセンシャルとかいうのが出てたんですけど、なんかいろいろ割れたりするっていうのがあったんで、 5S で使ってた普通のバンカーリングをそのまま次も使っていきたいと思います。剥がしてですね、保護ケースから水洗いして乾かせばまた粘着力が復活して再利用できるということなんで、それでとりあえずいきたいと思います。それではこちら、保護フィルムって言ってますけど、ガラスですね、強化ガラスみたいなやつをつけていきたいと思います。よし、いきますね。内容物は綺麗にアルコールで拭くやつ、これなんだろう、分かんない、これホコリ取るやつね。あとこれが本体ですかね。これがガラスですね。あと説明書みたいなのがついてます。いくかよし、いけ。若干ここはずれてますけど、まあいいでしょう。これぐらいにしときましょう。はい、次保護ケースいきたいと思います。はい、これだけですね。何も難しいことはないっていう感じですね。今回はですね、ソフトタイプを選びました。それでは早速つけていきます。はい、つきましたね。これで、ローズゴールドがはっきり分かる感じでいけますね。思った通りです。はい、それでは昨日洗って乾かしておいた、5S で使ってたバンカーリングをつけていきたいと思います。一応この iPhone と Apple マークの間ぐらいでいきたいと思います。これでいけるかな。ちょっとスタンドにもできるということで。
入ったりしてますけど、まあ、まだ使えるっぽいんで当分これでいきたいと思います。以上、今日は、iPhone5S を開封してみたっていう動画でした。また後日、使ってみた感想等をアップしたいと思います。じゃあねー。